エピソードトークが苦手な芸人に、兵藤さんからアドバイスをしてもらおうという企画でございます。兵藤さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう、はい、僕なんかもうね、はい、もうなんかおこがましいというか、偉そうに聞こえるかもしれませんけど、はい、気になるところがあったらアドバイスさせていただきたいな。あ、わかりました。さあ、それでは早速今回の熟成に登場していただきましょう。どうぞ。あれはチャンピオンですか。そうです、そうです。僕に関しては、うん、主催でトークライブも出るんで。ひこくんも。はい、僕は途中で自分が何喋っていいか分からなく なるんですよね、うん、ですいません、今も何喋ってるか分からなくなる今もそしてこんちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、こうやってしっかり絡む初めてですよね。そうですね、はい、はい、佐々木さん、どうも初めてです。はい、さあ、そして高野君、はい、よろしくお願いします。いや、俺と一緒っすか。いや、ちゃうでしょ、絶対。これと一緒なでやべ。さあ、それではまずは田沢君からいきましょう、はい、お願いします。僕、最近すごい悩んでることがありまして、その普段 R1 グランプリで優勝したのに、普段街中でまた顔をささないんですよ。田沢りおんってことに気づかれないんです。それがすごい寂しくて、すごいそれが悩みなんですけども、もうこの前ですね、そのあまりにも顔が刺されたいがためにですね、その近所に行きつけのね、銭湯があるんですけども、そこに僕が出演したテレビ番組が放送してる時間に行ったんですよ。もう顔を刺されに行ったんですよ。そしたらもう予想が的中しまして、大浴場のテレビでも、サウナの中のテレビでも、もう銭湯の施設の中にあるテレビ全部でその番組やってたんです、うん、だからもう絶対顔刺せない。やった、もうこれはちょっと戦闘中をざわつかせちゃうぞって思ってウキウキしてたんですけども、その番組見てたら僕が収録中滑りすぎて僕のボケ全部カットされてて一回も映ってませんでした。サウナで僕だけなんか違う種類の汗かいて終わりました。以上でございます。よできてますけど、でもまあ1分、はい、まず顔をどうしても刺してほしいっていうのがなかなか1分では出ないですよね。なるほど。でこういう時に顔も刺さへんかったとか、横で喋ってても俺のこと気づけへんとか、気づかれないエピソードを前にちょっとだけ積んでもらって、でどうしても芸人でほしいって考えたんですけど、それはテレビ出てる時にテレビ映ってるとこ行ったらええやんって思ったんですみたいな、そこに至るまでのなんか心情が出れば、もうすごいよ。すごいよ。いや、マジでそうやな。マジで。3分にはなると思うんですよ。はい。3分にまで。だからサウナで何人おったのか、サウナにどんな人がおったのかもあるし。ああ、なるほど。ほんでちょうど俺が出る手前やったんすよみたいな、でこの手前のところでもバラエティやったら、はい、誰々さんが何々してる時になったんですけど、言ったらどんな時やねんみたいな、うん、みたいなツッコミもあるので、はい、幅は広がっていくから、その情景でガーっていって、もっと手前でグーってうつうつぞって上げといて、それすぎて映ってなかったんですよ。怖えってなって、でその後あんだけ回ってんでも違う汗出ましたけど、あーなるほど。僕が書くんですよ。どのぐらいまで書くんですか、その箇条書きとかですか、それとも自分で一人ライブしてるんですけど、はい、ワードで、文字の大きさ12ミリで、30枚ほど、一つの公演で30枚ほど一応書きます。で、どこで伝わるか伝われんかを見ます。うわこれですよ。お前らどんどん参りましょう、うん、続きまして、ひこくん。はい、30万枚ぐらいですかね。奥さんと芦屋のカフェに行ったんです、うん、そしたら隣に30代ぐらいのカップルが座ったんですよ。でも金持ちそうな感じで、うわお金持ってるんやろなって見てたら、女性が座れなりすぐ電話しだしたんですよ。でその第一声が、あ、先生すいません、行動術について聞きたいんですが。行動術と思いながら、もうちょっともう聞き耳立てるじゃないですか。ちょっとスケジュールを聞いてほしいんですが、1週間後に、栃木に行くんです。でそこでまず行き道は北北東から行けばいいですよね。北北東で帰りは南南東で帰るんですけど、
どういうルートで、北北東で帰り、南南東、どういうルート思いながら、それでいいんですよね先生。あ、ありがとうございます。で、いつも通り10時から行動させていただきます。それが一番運気がいいんですよね。行動術なんやちょっと匂うなと思いながら。で、一番びっくりしたのが、明日ちょっと仕事のスケジュールがあるんですけども、それがちょっと行動がスケジュールが分からないんです。でもそういう場合はいつも通り歯茎から血を出すからお皿を割らなりしたらいいんですよねって言って、怖っってなって。ほんで最後びっくりしたのが、あのね、あの食べてご飯食べてもうそのカップル男と目合わせずにパッて立って帰っていったんですよ。え、何と思ってスマホ見たらちょうど10時やったんですよ。10時から行動を始めてるんですよ。以上です。なんかすごいの今のは。どうですかね。まずあのエピソードにリズムがない。変なとこで切られて気持ち悪いなって今そこもっと聞きたいのになとか、はい、多分頭の中で北北西とか南南西とかはこれは間違えてるかもしれんけれど、それをもう頭で追ってるから変な間が空いて、なんかリズムがエピソードやのにリズムがあんまりついてこないんだなと思う。自分で喋ってて気持ち悪かったです。1分ぐらいってもう区切られてるからなかなか難しいんだけど、その金持ちっていうエピソードがちょっと出てくるんだけど、情報が、はい、聞いてたらなんか金持ちエピソードなのか、旦那さんはその時どうなのか、はい、っていうのが無数に散らばらすねんけど、回収せず終わっていくから、あ、金持ちじゃなくても良くないとか。あ、そうですね、それを捨てなあかんかな。うわ、時間尺で次ガッてこうまだまだ伸ばされる、はい、もう一回そこのカフェに行ってみておるかどうかっていうのは後日談で想像にもなっていくので。あ、見た？チャンネル登録お願いします。